あるツイートで、はい、私がフォローしてるわけでもなく、はい、向こうが私のことをフォローしてるわけでもないんですけど、はい、MBTI のタイプは生まれつき論、はい、例えば小さい頃は SS であっても、はい、虐待されれば人間とはと本質を考え始めるのが容易にそう予想できるので、その辺はどうだろうか、はい、っていうある人の X、まあ、ツイートに対し、はい、あるまたある人がですね、これをリツイート、引用リツイートする形で、はい、うん、これはあると思いますねと、うん、私はネットにいる INFJ、はい、INFP の2から3割は誤診だと思ってますと、はい、精神的に不安定だったり深刻なコンプレックスを持ってる人は多分 F かっこ FI なんで、はい、内向感情ですね、はい、と NI 内向直感が強みに出やすいと。本来は別タイプだけど過酷な環境下でその心理機能を使うことを強いられてるというイメージ、はい、というのがあってですね、はい、なんか僕はこういうのを朝から見ると、はい、イラッとするんですね。何をイラッとするんですか。なんか悪いこと言ってました。人のことを誤信って言うなと。あ、なるほど。まずそこにイラッとするんですよ、はいはいはい、お前は何者だと、うん、でその人がまた NT だったりすると、うん、はい、お前は NT なのに、そんなバカげたことを言うのかと。バカげた、はい。なんていうの、タイプなんて、はい、これはまあ僕の感覚なんですけど、ね、はいはい、その、どこにもエビデンスがないものに、はい、誤信もクソもねえだろうと。はい。っていうのが、ふわって湧いてくると同時に、はい、うん、いや、むしろ、この国は、はい、SJ の、はい、なんか教育的には SJ なんだろうなと思うんですね。はいはいはい、要は、この日本に生まれると、はい、この国を、なんて言うんでしょう。守るのに最適な教えって SJ 的なところだと思ってるんですよ。まあ、社会がそもそも SJ なんじゃないですか。ルールとか、はい、法律とか、はい、そういうのを最低限これは遵守しようねっていうのを教える社会。はい、なので、どうしてもなんて言うんでしょう。SJ が良しとされる。SJ 的なものが良しだよっていうのを植え付けられるのが社会だよな。はいはい、教育だよなっていうのをとても感じていて。はい、で、S であっても虐待されれば。はい、それは置いといて。はい、NF?INFJ、INFP の 2,3 割は誤信っていうのに対して、はい、むしろなんか S か S か SJ か、はい、を施されてるんじゃないって、で自分は SJ であるって思う人の方が多いんじゃないかなって。わかんないですけどね。なんで NF って思ってる人は、はい、むしろ稀で、そこを誤信って言われると、はい、この人は何を思ってそう思ったんだろう。だからそういうことじゃないですか。虐待とかされて、はい、っていう病んでる人が多いって話じゃないですか。 S 型であっても、はい、虐待をされると、まあ、要はこう悩みが強くなると、はい、N っぽくなるみたいなことが言いたいんじゃないのかなって話です。 SP 楽観なわけじゃないですか。 SP かっこいいな。楽観なわけじゃないですか。だけどまあ本来 SP だとしても強いなんかストレスとか抱えると、はい、N 型っぽくなんか INFP みたいな人生とはって人生とはみたいな、これでいいのかみたいなことを、道とはタオとはって考え出すんじゃないかみたいな、まあ、仮説じゃないですか。あの別にそこに牙を向かなくていい。はい、はい、でまあ自分は思ってるって話ですよね。これを NT 的に読むと、はい、仮説ですね、それは。仮説です。そういう疑いもあるよ。はい。私はそうじゃないかなと思ってる、みたいな話です。私みたいに、こうであるって言ってるわけではない。はい。じゃあいいです。ただ、誤信って言われると、はい、お前って。まあ、誤信だと思ってるなので。誤信を使えるのは医者だけだと。それは診察の話ですもんね。というところでごきげんよう。はい